こんにちは、犬のすけハグの川島です。本日も犬のすけハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、それでは本日も犬のすけハグのトレーニングの様子ですね。今日は歯磨き項目の練習をしていきます。はい、で、まあ、1頭ずつね、仰向けにして歯磨きを行っていくんですけれども、まあ全員歯ブラシで一応奥歯までしっかり、まあ、丁寧に磨き上げるようにしております。はい、ちょっと手上がってて、まあ、嫌がってる様子はありますが、まあ、おとなしくはしてくれてるので、まあ、待ての指示とかね、かけながらちょっとこう犬の様子見ながら、少しずつ行っていければと思います。この子たちは結構もうベテラン犬なので、もう毎日磨かれるので、もう順番待ってね、自分でね、おいでって呼んで来させて、で一頭ずつ歯磨きをしているような状態ですね。もう慣れてくればこんなのはもう本当にそんな時間かけてやるものではないので、はい、一頭あたり 1,2 分とかね、それぐらいでこうゆっくり進めていただけるといいのかなと思います。もうこれも習慣なので、もう週に1回とかだと全然慣れないんでね、もう練習時なんかはもう1日1回と言わず2回も3回も練習していってやっていければすぐに慣れてくれますので。はい、でクマちゃんですね。はい、もうクマちゃんも長いのでずっと歯磨きさせていただいてるんですが、はい、もうね、毎日磨いてるからやっぱ白い歯がね、維持できるんですよね。口臭もそんなに気にならないので、はい、歯磨きはきちんとやりましょう。はい、で嫌がってる犬を無理やりね、歯ブラシ歯磨きしてしまうと、まあ、それを毎回やらなきゃいけないのと、まあ、お互いにね、歯磨きの時間が苦痛になってしまうので、もうちゃんとねリラックスして、まあ、犬もね落ち着いてできるようにやっていけるといいですね。はい、自分から起き上がってしまったのでそれはなしでございます。やり直して起き上がらせました。はい、で最後にシューちゃんですねバックしてだけってアピールしてくるんですよね。はい、シューちゃんも歯磨きですね。で一応まあ磨き方は、まあ、ご自由にやっていただければと思うんですが、一応うちでは犬歯から奥歯にかけて、側面両方ですね磨いてっていただいて、最後に前歯という形でやらせてもらってます。で前歯は一番敏感な部分になるので、特に嫌がることが多いかと思いますので、慎重に慣らしていただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。